新生活で新しい趣味を始めてみたい。生活を便利にしたい。でも金がない。そんな悩みを持ってる方におすすめのアイテムをご紹介します。ぜひ最後まで見てくれよな。百均王に俺はなる。商品紹介に行く前に、百均で何でもかんでも買えばいいわけではありません。いいものを長く使いたいということもあります。しかし、とりあえず始めてみたい趣味や消耗品、日常をちょっと楽しくするグッズなどは100均で買えたら便利だし嬉しいですよね。そんな基準で紹介していこうと思います。第10位、ハンダゴテ、ダイソーで500円。なんとハンダゴテがダイソーで買える時代です。知ってました？ハンダゴテは基本的人権なのでね、ない人は今すぐゲットして基本的人権を確保してください。まあ高いハンダゴテに比べるとボタンとか温度調整はついてないのですが、基本的なハンダ付けはできるようなので試運転してみます。先端の温度は300度近くまで上がるらしいです。おー、よしよし、問題なくハンダできました。ハンダゴテを持ってない方はぜひゲットして電子工作始めてみましょう。第9位、自転車パフホーン、アヒルちゃん。こちらはセリアで100円。かわいいですね。これは自転車のハンドルバーなんかにこうやって引っ掛けて飾れるアヒルちゃんです。ちゃんとヘルメットかぶってて偉い。しかも風でプロペラが回ったりしてかわいい。私はよく駐輪場で自転車どこに止めたかわからなくなっちゃうんだけど、これをくっつけとけばどこに止めたかわかりやすい。しかもそれだけじゃなく、一緒に自転車で旅をした後はプログラミングのお勉強中に横に置いて、ラバーダックデバッグって言って、問題のあるコードをこの子に説明するとおのずと修正位置に気づくという手法があります。なのでお勉強のお供にもなってくれる最強の相棒です。ヘルメットの色が赤、青、茶色の3色あるので、好きな色を探して仲良くしてください。第8位、グルーガンとグルースティック。グルーガンは200円、スティックは各100円でした。ダイソーでゲット。グルーガンといえば接着とか穴埋めとかに使える熱で溶かす接着剤です。ここにちょうど昔作った紙粘土の首が取れてるウサギちゃんがいるので、くっつけてみようと思います。こちらもオンオフのスイッチはついてないので、コンセントにつないだら温まっていく感じです。温まるのはちょっと遅いかなっていう感じですね。しかし少し待つだけなので、心が広い私は余裕です。うん、待つのは大丈夫。ただ温まるまで待ってる間にグルーが垂れてくるので、下に何か汚れても大丈夫なものを置いといた方がいいですね。垂れたら温まったってことの目安にはなると思います。じゃあ良さそうなのでいきます。まあグルーが1個あればプレスト5も作れるんでね。こうしてやればよしっと。ウサギちゃん手術完了。すでにグルーガンを持っている方も、消耗品のグルースティックをダイソーさんで買うのもありですよ。いろんな色がありました。第7位、ラボポット型ディスプレイケース、セリアで100円。この中にパグとかね、自分の好きなお人形や推しのフィギュアなんかを入れてと、あ、これは前に作った餃子なんですけど、これを入れてやるとこんな感じでね、楽しくマットに推しを飾ることができます。これ他にもこうしてここが外れるんで、こう連結することによって2つの被験体をくっつけることも可能。さらにこれをこうしてこのように2つつなげると長くもなるので、こんな感じでね、大きいものも入れられると。これで皆さんお気に入りの推しを被験体として飾りましょう。あとセリアはミニチュア系の家具が充実していて、この一升瓶のケースもセリアで買いました。ちょうど電池が入るのにいい大きさなんですよね。他にもいろいろあったので、ジオラマの趣味がある人はセリアがおすすめ。最近はオタ活用のグッズにも力を入れているみたいなので要チェックです。第6位、首掛けスマホホルダー、3コインズで300円。皆さん寝てる時にスマホ見てて手が疲れたり顔面に落っこちてきたり、そんな時ありませんか？私はよくあるんですが、そんなお悩みを解消してくれるグッズです。こんな風に首にかけて、高さとか位置は自分でこうやって調整しつつ、
こんな風にね、自分の手で持たなくてもちょうどいい位置で固定してみれるっていうグッズですね。使ってみた感想としては、横を向いちゃうと首の隙間で固定されなくて良くなかったんですけど、真上を向いてる分にはすごいいい感じに高さがキープできて良かったです。あとは座ってる時もお菓子を食べながら YouTube 流してとかできるんで、怠惰な休日を過ごしたい人におすすめ。第5位、精密ドライバー30本セット、ダイソーで200円でした。まずこの形がかっこいいですね。こんな感じで30本、プラスドライバー10本、マイナス8本、六角6本、星型6本入っています。200円でこれだけの量揃うのはすごいですね。こんな感じではめて使えるというわけですね。こういうのはトルクスといって、普通のプラスネジ、マイナスネジより強くぶち込めるらしくて、精密機械によく使われてるらしいので、 PC やスマホいじりをするときに便利だと思います。これ超おすすめです。第4位、 LED テープ、ダイソーで300円、大人気商品です。このように USB で光ります。わー眩しい。裏面は両面テープになっています。ほらどうですか、100円ショップ商品とは思えないクオリティ。今回はピンクを買いましたが、すごくすごく大人気商品で完売続出。ダイソーさんで見つけたらすぐに買った方がいい商品です。使い道としてはPC 周りに貼ってかっこいいゲーミング部屋を作ってみたりとか、フィギュアの棚をこれで飾ってみたりとか。色はホワイト、ウォームホワイト、ピンク、ブルーがあります。1m で300円、自分の好きな長さに切れます。最高。いよいよ第3位、ワイヤレス充電スタンド、ダイソーで1000円でした。出てしまいました、4桁商品。でもこれすごいんですよ。 USB でつないでもらって、こう、おーかっこいいですね。もう一回、おー、これはね、置くだけでスマホが充電できるやつですね。こうして、高さが合わないので機種に合わせて位置を調整して、充電されました。置くだけで充電できるってのは便利ですよね。しかもこの角度すごく見やすくないですか。YouTube 見ながら充電もできるという優れものです。地域格で性能も安心なので、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。第2位、アルコールチェッカー、ダイソーで700円。お酒を飲んだ次の日、自転車とか車に乗っていいのかなって不安になる時がありますよね。そんな時もこれがあれば自分の感覚じゃなくて機械で判別できるので安心です。一応ね、お酒飲んだ直後にこれで大丈夫だったからって車に乗るとかはダメですよ。信用しすぎるのはダメだけど、目安になるってことでね。じゃあちょっとこの性能を試してみたいと思います。ボタンを押してピーッとなったら15秒くらい、その間待って、それが終わったら約10秒息を吹きかけます。はい、見えますか。0ミリですね。まあ当然今日お酒飲んでないので0なんですけれども、このままでは皆さんに本当のこのアルコールチェッカーくんが仕事をするのかお伝えできませんので、いやちょっと一肌脱ごうと思います。仕事中なんですけどね。女子くんたちのために、こいつの性能を伝えるために、仕方なくですよ。続き作る、一肌脱ぎます。こんな時のためにね、ビールを用意しておきました。やったー。あ、違った。じゃあこれを飲んで試していきたいと思います。いい音ですね。じゃあちょっといただきます。うまい、最高ですね。ではでは、いや、もう一口いっとこうかな。くー、ではいってみましょう。いきます。ピーピーピーという警告音とともにアルコールの数値も出ました。700円でアルコールがしっかりチェックできる、ダイソーさんさすがです。あれあれ、止まれ。あ、よし、 OK です。そして栄えある第1位は、じゃじゃーん、
ディスプレイベースダイソー100円です。このままじゃ何かわからないと思うので組み立てていこうと思います。よし、こうして簡単に組み立てられますね。まあこれも好きな高さで下の方にしとこうかな。じゃじゃーん、どうです？かっこいいですよね。ロボットアニメで見たことあるような整備場所、これを2個とか3個とか連結させて自分の好きなフィギュアとかガンプラを置いてもいいし、まあ例えばこの作るアクリルフィギュアとかね、ちょっとぴったりすぎちゃうんですけど、うまい具合に入れて、お、こんな感じでどうです？いつでも出撃可能なつくちゃん、かっこいいですね。これに醤油をセットしたやつがバズってましたね。さっきの LED テープとくっつけることでもっとかっこよくなると思います。夢が広がりますね。第1位、おめでとう。番外編その1、じゃじゃん、生物学カードゲームセル、ダイソーでそれぞれ100円。お、可愛らしい。光合成とか好奇心、ジベレリン、鍵刺激、 DNA、 デンプン、タンパク質、グリコーゲンとか。こっちは遺伝子工学 VS 生態学っていうので、こっちもマクロファージ、リンパ節、あ、リンパ節かわいい。ここは私がなんとか食い止めますって言ってますね。探求、ヘルパー T 細胞、これで遊んだらね、もうノーベル賞取っちゃいますね。これ一つのセットにデッキが2つ入っていて、100円だけで対戦ができるっていうカードゲームなんです。カードゲームって友達も持ってないとできなかったり、自分で揃えるのも高かったりするけど、100円で遊べちゃうって素晴らしいですね。遊びながら学べるカードゲームがダイソーさんから出ています。ライブラリもメモリちゃんも入ったし、今度みんなでやってみようかな。1人から4人で遊べます。番外編その2、じゃじゃん、伝説の剣ピックス、セリアで100円。皆さん最近伝説足りてますか？かっこいい剣のピックが10個入っています。お弁当のサンドイッチとかリンゴとかに刺すのに使えるやつですね。お弁当箱開けてこれ出てきたらもう最高ですよね。日常の小さいところにワクワク成分を取り入れるのは大事ですからね。いやー、かっこいいな。じゃあちょっと出してみようと思います。おお、これドラゴンがついてる。これとあとこれもなんかドラクエっぽい感じがしてかっけー。シャキンシャキン、あー、これはテンション上がるでしょう。小学生の子供がいる方はぜひ買いましょう。番外編その3、スピーカー、ダイソーで300円。スピーカー系って100円ショップによくあるんですけど、これをチョイスした理由は音量がすごいから。USB で電源がいるんですが、電源を入れてる分よく聞こえるんですよね。試しに私の動画をっと、こうして後ろに音量調整ダイヤルがついてます。汚いな。でもこれはね、子供たちに楽しみを与えて愛された証です。ただ汚い。どうですか？めっちゃ大きい。動画でどれくらい伝わるかわからないけど、かなり迫力ありますよ。まあこのままでも300円とは思えないくらい高性能なんですが、結構このスピーカーは魔改造する動画でよく使われてるので、改造しても面白いっていうことでランキングから外して番外編に入れてみました。まあ今後魔改造とかやってみたいですね。これもおすすめです。はい、ということで今回はおすすめの100均のガジェット工具プラスアルファについて紹介しました。いやー、やっぱり100均って何でもあっていいですね。アヒルちゃん可愛かったでしょ。プログラミング勉強も一緒にできて、チャリにもつけられる、友達ができちゃいました。パンダゴテが100均で買えちゃうのはびっくりですね。工具とかは壊してしまう時もありますが、もしそうなっても懐が痛まずやりたいことを試せるのでありがたいですね。この春はみんなで100均で工作デビューしましょう。せーの、100均最高最高や。チャンネル登録ボタンを押してつくるちゃんをゾンビの群れから助けよう。助けて女子くん、チャンネル登録ボタンを押してシャッターを閉めて。噛まれちゃう。